はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね、はい、アキパンチャンネルです。はい、今日はですね、はい、葛城さんでね、ツツジってすごい有名なんですよ。もう100万本ぐらいあるツツジをね、今から見に行こうじゃないかっていうことでね、知ってる、ね、ツツジに、小太郎じゃなくてツツジに連れられてきた今日は。じゃあそういうことですね。この間は肉に連れられてきたけど今日はツツジに連れられてきました。小太郎要素ゼロみたいですね。はい、はい、でね、まあ、今から それでね、キャンプなんで奈良県の近鉄五泉駅前のこのスーパーライフでですね、買い物に行って、で、まあ、そのまま葛城さんに頑張って登っていきたいと思います。はい、まあそんな感じで葛城さんに行ってツツジを見に行ってみよう。すぐ痛みそう。あ、そう。大分県産の大葉。はい、アジパンさんね、実は大分大学卒業なんですよ。そうなんです。今バレるけど一応国公立なんです。国公立大、日本の国立大学卒業なんですよ。そうなんですよ。まあまあ賢いですね。え、数学もできたんですね。え、それは知らない。知らんのかい。ツツジ開花状況を切りすぐって言ってます。アスマンさん、チリスグですよ、開花状況。なんかさ、チリスグって言葉初めて聞いた。俺も聞いてん。で、さっきロープウェイの人聞いてん。もうほとんど散って、うん、全然楽しめない残念な形って言われましたよ。チリスグって、俺散ってすぐかなと思ってんやんか、うん、そうでもないみたいな。残念な状態のことを言うの。そうらしいっすよ。というところで、まあ、まあ、とりあえず今日はツツジよりもキャンプメインでいきましょうか。まあ、キャンプメインやな、初キャンプ。はい、初キャン、まあ、キャンプらしい。キャンプらしいやつな。はい、では行きましょう。はい、ハローエブリワン。今から行きますよ。もうさ、昨日さ、うん、昼のさ1時過ぎからさ、うん、7時半ぐらいまでさ、うん、ボルダリングしまくっててさ、うん、もう足もなんか手も腕も全てが痛くてさ、うん、ボルダリングからの登山って結構ハードなんですよ。いつもそれやんけ。鍛えられますね。鍛えられますね。人生修行、アズパンの名言。あ、イチゴ、イチゴ、イチゴ。イチゴ、はい、かわいい。私ね、イチゴすっごい好きなんよ。あ、そう。イチゴ送って。アズパンは6月7日が誕生日です。キャバ嬢。イチゴが大好きです。キャバ嬢みたいなこと言うな、ほんま。はい、やばい。今、死亡しや。ツツジさんの方で上げたことあるん。あるよ、何回か。ツツジもあるし、バーベキューもある。何、3回ぐらい撮ったんちゃうかな。じゃあしょっちゅう撮ってんで、ここ。うん、過去にめっちゃアーカイブあるんです。へえ。なんかすでに疲れた人はどうすればいいの。いや、どうすればいいんでしょうね。それも最初登り始めやからですよ。本当。もう無理。これさ、こっちでピザポテト休憩だよ。なんで、ピザポテト食うなよ。だからピザポテト食わんとってや、ほんまに。まあいいけど、普通にさ、私さ、うん、チョコレートとか持ってくの忘れた。 俺のトレイルミックスいっぱい買ってきたから今日。あ、今日ある？いっぱい持ってきたから。あ、食べる。うん、そんなこともあろうかと、うん、これ北尾根コースとクジラのコースってやってます。北尾根コースでちょっと30分ぐらい時間かかる、プラスかかるんで、クジラのコースの方が短い方、短いし、谷筋なんで、あの木々に囲まれてるんで涼しいっす。あ、そっちがいい。あ、そっち行きます。私滝見たいって言ったじゃん。滝見れる？滝見れるけどな、滝今、まあ、いつも閉じてんねんな。最近見られへんねん、滝。見られへん。うん、いや見れんねんけど、遠くからしか見られへん。うん、はい、1合目です。はい、3合目まで。うん、3合目までがね、強烈にしんどいのよね。足じゃあまだなんで1号目で全ての感想を言うな、お前。こういうところいいね。桂木さんの素晴らしさを感じてる。あ、そう、1号目にして。ポートロックでいろいろ登山したけどさ、うん、今のとこめっちゃいい。あ、ちょっとロープ、トロープこれあかんねん、入ったらあかんねん。崖崩れたらずっと入られへんわってんねん、もう。コウタロウ打たせようと思ったのに。だけになんでやねん、むちゃくちゃやすな。当たり前や。緊急帰着さすな。欲の塊の人はあそこに打たれてさ、記憶なの。もう記憶喪失ぐらいの状態。記憶と記憶をかけんの、ほんま。アズバンさん、ここ地獄なんですよ。ここから2から3で超しんどいっすよ。さっきからしんどい言うてるやんけ。今までの父さんしんどい言うてるやんけ、ほんま。 2から3はしんどいで、めっちゃ気ぃつけてよ。
超急凍やから。あさんどうすか。いやいや余裕ちゃう、今しんどい言ってたやんけ。カメラ映ってへんとかしんどい言ってたやんけお前よ。余裕このくらい、私ぐらいの汗みたいになると。やばいし、2号目3号目しんどい言うたやろお前よ。眠い。眠いな。昼寝したいな。昼寝したく。この辺でゴロンと。暑い。休憩する。休憩する。うん。ここで。ここで。座るとこあるやろほら。今から宣伝させてください、うん、登山にも最適なポリエステル 100% のマッシュルーミングオリジナル T シャツを作りました、うん、で、コウタロ山荘っていうネットショップにあげてるので、もし欲しい方はぜひお買い求めください。こんな感じのデザインになってます。で、この色の T シャツ載せてないんですよ。迷彩柄にピンクの男の人が着てるのをあげてるんで、もしこっちの色が欲しければinfo@mushrooming.com、 マッシュルーミングのメールにメールしてくれれば S から XL までありますので言ってください。こんなんでいいの。はい、3合目着きました。はい、ここから緩やかになりますね。すごい、すげえなこれ。いつの間にこんな崩れてんねん。カブカブを垂れた感じがする。怖い。今は大丈夫や、濡れてへんから。こんなことなってんの、すごいな。登山道が日に行くたびに変わっとんのここ。そうな、やっぱ雨とかで崩れやすいんやろな。あ、やっぱ疲れた。休む。あのさん、しんどそうじゃん。私背中や。なんでモザイク入れとか大丈夫や。モザイク入れてしんどいところは、私にしんどいとこあらへんし、私の人生にしんどいとか。モザイクで隠しとるからな。もうしんどいとこ隠しといて。分かった、大丈夫や、ね、常にクールアスパーです。今大丈夫。え、今大丈夫、クールになった。うん、今クールアスパー。オッケー、モザイク外すわ。モザイク外しといて。先週大変やなこの人。いける、頑張る。はい、5まで行こう、5まで、うん。コートロークの知れてるでを信頼してない、うん、信頼てるで信頼して、いや、いや、もやも信じる言うてるで、もう6号目か7号目、まあ、まあちょっとしんどいとこあるけど、そっから先は知れてますよ、ほんまにね。知れてるの意味がわからない、理解できない、私のアスパンコンピューターが知れてる。大変ですって変換さん。大丈夫です、アスパンコンピューターそんなに大したことなさそうなんで。アスパンコンピューターは弾き出した。アスパン気をつけてください。古いタイプやな、またその時に古いタイプ。あれ残り切ったら頂上。いや、そんなわけないよ。6号目か7号目の中ボス言ってんの、なんで頂上行くの。計算合わんやろ、計算。なんかワープやねん、ほんまに。小学生か。あの、お化けの牛太郎ですか、また。キャラで。怖い、かわいいやん。怖いと思うけど、怖い。そうな、噛まれたことあるからし。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。大丈夫、おいで、おいで。ゆっくりおいで。大丈夫、大丈夫。警戒心あるな。すごいな。わ、すごい、すごい。すごい、登りがすごいな。登り強そう。羨ましい。それはリュックザック背負ってへんの、これ。あ、こっちもワンちゃん。はい、こんにちは。あ、かわいいな。こっちはかわいいな。こっちはすごい楽してるな。ほら。ほら、ザックに。あ、びっくりした。あ、すげえのがおった。ラグの中に入っとる。あ、いい運動やな。犬入っとった。やめて。あいちゃん、やめてよ。やめて、やめて。あっからやめて。行って。あ、あ、すごいな。うん、よしき、よしつけられてるな。襲われんねん、よく。え、なんで。嫌いやね。それ、その下に見られてるんじゃないですか。下に見られてるのと、なんか同類と思われるみたいで。あ、そうなん。って言ってから、もうすげえやめてくれと思う。あ、そうね。私は人間やぞ、言って。なるほど。寂しい話やね。アズマさん、9号目着きましたよ。どこに9とか。あ、ほんまや、もう9やん。うん。9から10がしんどいんだろう。いや、でも、右側行ったらしんどくなるな。右側？右側行く。右のコース？うん。でもさ、何が？屋敷の山まで歩いてからさ。なんでこんな、なんでこんな、あの、全然わけわからない道行こうとすんね、急に。どういうことやな。何の。茨の道を
自分でさ、あの茨の道を歩んでいく人生を選ぶ、うん、とりあえずソロ登山やめようか今のソロ登山はやめておこう、うん、全然違う道行き出したからな、まずコースを道を外れるっていうのがアズパンやだから俺らと行かなあかんねや遭難するやんけ、ほんまにするな、パルプンって使うパルプンってな、何が起こるかわからない。ではちょっとこっち右側で行きましょうか。止まれへん、またこれクジラっていうの、えクジラの滝、クジラ、うん、滝コース、うん、いや登ったら終わりですから、一旦終わり、稜線に着く、そこからちょっと歩くだけ、緩やかな坂を歩くだけ、うん、知れてるやろでもここまで、いやここまで知れてたでしょ、あここまでな、嘘はついてなかったでしょ、そうやな認めてくれたわ、うん、はい、一旦終わりましたね、一旦着きました、はい、ロープウェイの近くです。どうすんの、ちょっと休憩しましょう、休憩、はい、あここからテント場まで、うん、すぐ焼けるね、ピザポテト食べていい、いやあかんあかんあかん、なんでなんでそんな余分に買っとってくれよ、それやったらほんまにこれでええとか言うしさ、ほんまに、まあ、向こうなんでピザポテト、そんないつもピザポテトは酒と一緒に飲みたいのにさ、まあ、売ってるけどさ、あそこにも売ってるんかな、なんかポテトチップス、あ売ってるわ、あこでポテトチップス旅館で売ってるからそこで買いよ、そしたら大丈夫、ポテトチップス売ってるから、わかった、個人的に買うわ、個人的に買ってまだいけるよ、そうだ、営業中だ、あ、生ビール飲みたいわ、うわ、久しぶりに生ビール飲みたい俺、マジで今諸事情で生ビール飲まへんから生ビールの血の方飲みたいわ、ほんま、なんで諸事情飲まへん、大体わかるやろお前、察せよお前今あ、なら飲めんもんな、あ、ここでテント場もお金払えんやった、確かそうやった、こういう感じか、うん、ここで行こう、ここでキャンプ代も払え、テント場も払えるわ、ラッキーラッキー、みたいな、あ、今度はバッサリ切られてへん、アスパンさんですね、かわいい、ありがとう、ちょっと似てないことないよちょっと似てるよね、似てるよ、こういう系やもん、アスパンよく言われてた、うん、似てんな似てるわ、似てるやろ、うん、偉そうやろ、綺麗、うん、な、あ、人多いね、すごい結婚のあれやね、愛を語る、めっちゃ外されてる、めっちゃ外されてる、アズマンさん、はい、これあれですよ、愛を語らうやつですよ、私愛とかそんなん興味ないし、キーホルダーやって、天使のハッピーベルですよ、二人の幸せが舞い降りるでしょう、あっちこいの嫌いなんで、これ嫌いそうやなすげえ嫌いそうやな行きましょうかうん、ほんまやな、うわ、ホテル君なんもないや、うん、山って感じやな、うん、え、すっごい山々が綺麗、あれあれ金剛山やな、アズマンさん、あれ目の前、うちあれ登ったってこと、うん、あの長女登った、うん、あれ金剛山、じゃあ行きましょうか、どこにさあれある、おこんにちは、こんにちは、おあれ、あこんにちは、ことちゃんが来てる、うん、すげえ、すごいじゃん、すごいタイミングでありますね、すごいタイミング、こんなのろのろ歩いてた、ああ T シャツ着てくれてるじゃないですか、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、これ私が送ってるんですよ、発注、私が送ってるんですよ、発注して、アルバイトでアルバイトもらってですか、アルバイトもらってるよ、渡します、渡します、はい、僕すごい偶然、すごいですね、前もこれボロボロやってんけど最近綺麗にして、あっちの方が似やすいところ、あっこもあこも土があって、テントあっちもテント場、でもフラットやね、フラット、まあ一応フラットやけど、ちょっと筋場遠いやんか、筋場遠い、確かに、だからこっちにして、あこっちの方がいい、自立式やし、最後いりますこれ、はい、今のね、ここのテント場ですね、はい、また別にですね、はい、ここのこういう感じで、こういう感じか、はい、こっちはこっちでいいやんな、うん、結構フラットやろ、うん、うん、人でも少ないかもな、はい、アズマンさんのテントはフジキックスからお借りした、忍者テントですね、今売り切れ続出となっております、視聴者さんプレゼントしますフジキさんに怒られるってやつ、やっぱ無理だって、意味わからんもん、こんなところ、いや、まあ、忍者テント建てるの、これ絵だけやつ、手伝って手伝って、英語やからってこと、まず最初忍者テント建てる、忍者テント、セットアップポール、私英語わかるんですよ実は、まずこれグランドシート、グランドシート、こういう形がこうなってる、なんか思った思った、真四角じゃない、真四角じゃないですね、これどうするんだっけ、なんとなくわかるよ、分からへん、斜めにするんやろ、全部まっすぐ立っていくんやろ、こういうタッグがおる、はい、悪戦苦闘します、忍者テントで、はい、はい、アズバンさん、
はい、忍者テントで建ててます。忍者テント、おしゃれおしゃれ、お家になった。よう似合ってますね、忍者テントが、うん、忍者テントがよう似合うってどういうこと？忍者みたいなこと？そう、くのいちみたい、くのいちみたい、だってくのいちやけ、これシューズもくのいちっぽいじゃないですか。ねえ、ほんまやな、リアル忍者リアル忍者、なんかテントなんか一回入っちゃうと動かれへんくなるな。すげえ、なんかもうほんと秘密の部屋みたいな感じあのフジックスはこれ荷物しか置いてないんで、マズパンさんこれで寝るのは初めてですよ。困るのは藤木さん、ありがとう。新品のテントですよ。貸してくれてありがとうございます。え、電室作りどうするって？すげえな、うん、生ビールなくなった、しまった。あー、まあ、ええわ、しまない。閉まるのめっちゃ早いな。はいはいはい、だってもうシューロープウェイが早いからさ。あ、そうなんだ、はいはい。もうすぐ風呂入ろう。風呂でトイレ入れる。これ大阪側のこれ景色綺麗です。見てみましょうか。どこの通りが綺麗な。まだここ綺麗ですか。綺麗なところでどこか。あ、それが一番綺麗な旅館やん。旅館の中が一番綺麗。旅館が一番綺麗に清掃されてて。ここ旅館ってさっきのとこ。ロジロジ。ロジの話。旅館。間違えた。ロジって何もない。分からへん。もう俺も分からんくなってきた。これ奈良川の景色ですね。はい、素晴らしいです。どこの景色？これ奈良県御所市の景色ですよ。自由の国なら。自由の国ならやし。アメリカみたいに言うなよ。もう山頂着きましたよ。なんかこれ去年の写真、あ、孝太郎くんの去年の動画のサムネで見た。あ、そうやろ、うん、これこれこれ、ええ、大人たちがあそこでそうそうそう遊んでたやろ。今登ったらあかんみたいですけどね。あ、ダメになったん？なんかね、一人がね、うん、あ、ここから小学生かなんかがね、うん、ここから飛び降りてね、捻挫か骨折して、ね、骨折したんかな。でもそんなんさ、登ったらあかんみたいな。これ大阪の景色ですね。あ、こんなとこ木なかったんかな。山頂何メーターって書いてあった？山頂は何メーターでしょうか。959.7。 あ、959.7、はい、出ました。フォロワースシリーズ。お、急に来た。急に来た。カツラギさん、空国、カツラギさん、カツラギさんで生ビール、空国、うめえ、ね、だって涼しい、最低限もほとんどあのどっちかですよね、アズパンさん。先週行ったら、うん、あの涼しいあったんですけど、雨やったんですよ、うん、で今週は晴れなんですけど、うん、あの涼しい咲いてないんですよこの2択でしたよね。よくやだ、僕たちが晴れを選んでしまったからこんなことになってますよ、うん、これ残念ですね。何も見えへんやん。何も見えないです、ね、はいはい、ツツジですね、わずかながら咲いてるって感じですね。これひどいですね、アズマンさん、持ってんのとえらい違いますね。なんか見せてもらった写真とか、うん、そう、今までのと全然違う時期がずれると綺麗な山でした、うん、それよりコンコースの方が綺麗やな。お風呂でも入りましょうか。もうそうそうと。もうお風呂でも入ってゆっくり美味しいもの料理して食べて飲んでするか。そうしましょうか。そうしましょうか。切り替えましょうか。うん、やっぱ先週でしたけど雨でしたもんね。あの赤いのが通ってる。そうそう、あれがいっぱいの。でもすごいあれがいっぱいやね、ほんま。なんかピンクと赤の中間みたいなすごい可愛い色で。全部これやった。あ、でもさ、お風呂入りましたね、これからね。うん、貸し切りですっごい気持ちよかった。いくらやったっけ？あれは250円ですね。250円、1回。すごい、めちゃくちゃいいね。まあ、テント泊まった人は250円です。日帰りは何ぼかわからないですけど、僕いつもテントで泊まってるんで。そっか。はい、格安ですね。うん、ですね。はい、でも、温泉じゃないよね。温泉山の上やもんね。そう、温泉じゃないけど、やっぱり入れるだけ。なんか水こんなに使っていいんかなって気分になった。入れるだけ。山の上で。あ、入れるだけありがたいでしょ。もうかなりね、すっきりした。すっきりしたね。さっきもう喉乾いたからビールも飲めた。ビールでも飲みましょう。で、これさ、トイレは綺麗な。綺麗、綺麗。いやいや、夜はここに入りに来ればいい。そうそうそう。トイレ。そうそうそう。電気ついてるん。あ、ついてるついてる。そういう情報が必要、アズパンには。あ、で、一応街灯もこんな感じなんで、まあ一応ライトあった方がまあ安全ですけど、うんうん、ちょっと多少街灯もあるんで、ね、うんうん、あんな感じで光ってるんで。はい。またらこちらの、あ、貸し切りちゃうやん、すごい豪華なテント立ってるよ。いつの間にか。やばい、うちらのテントがめちゃくちゃちっちゃい。いつの間にか、すごいな、これ山まで、あ、ロープウェイで持ってきたんかな。めちゃめちゃすごいやつやん。すごいな、これギリギリやん、しかも。ほんまのギリギリやん。すげえな、これ笠木とかでよく見るとか、テント場がありますね。まあまあ、僕たちはここでやりましょうか。はい、こんな感じで入場で。うちら2針。なんで、1000円でしょ。プラス300×3、900円、1900円ですね、うん、僕らは、はい、そういうことだったらね。
なんか、オープンザ蓋完成です。見た目がちょっと映えない？映えないな。でもまあまあ、でもいろんな栄養バランスがすごい取れると思いますけど、いろんな野菜ちょっとなので、厚パンと M&M でお送りした。ほら、ほら、おいしそう、出来上がり。これ、はい、This is 奈良。 This is 奈良。いや、すみません、あの GoPro で、GoPro は見えないんですけど、東さん、とりあえずこのね、美しい夜景に興奮してます。はい、全然全然ちゃうんか。もうとりあえず、まあまあ綺麗やないか、ほんまそこそこね。全然言うな、ほんまマジでよ。はい、これあんま感動せえへん。あ、そうか。こっち奈良側なんでね。大阪側行こう。大阪は多分綺麗よ。うん、私やっぱ大阪の方がやっぱ都会なんで、こっちなかったかな。うん、どうですか、アズマさん、大阪側と奈良側でどっちがいいですか？もちろん大阪。大阪の方がやっぱりね、綺麗に、街が綺麗ですからね。でもこれさ、うん、カップルで来たら結構ロマンティックかもな。あ、そうやな。盛り上がるかもな。うん、人が全然おらんっていうのがやっぱいい。ああ、そうやな。うん、なんか土日でも結構嫌かったするしますよ、結構。そうな、うん、こんないい過ごし方せえへんの、みんな。なんかした方がええなと思った。ああ、いい、おすすめってこと。デート、うん、デートとか、デート、まあ、デートでも、まあまあ仲間内でも行くの。仲間内でも絆が深まる。ああ、なるほどね。めっちゃ静かやもん。はい、うちら大阪市北区のさ、うるさいところにおるやん、基本。まあ、めっちゃ静か。ああ、そうやね。いやー、東さんはね、これね、すごいね、山頂のところの裏にこんな感じでデッキがあるんでね、いやポケーっとなんか星とか空とか見るの気持ちいいっすよね。めちゃくちゃ気持ちいい。ね、本当にね、うん、世界観が変わるからね、うん、なんか平日に休み取ってこうやって貸し切りで、うん、バーって寝転がって、うん、なんか風をちょっと感じて、夜空を感じてみたいなのを、うんうん、なんか多くの人に味わってほしいなって気持ちになる。都会の喧騒からリセットされますよね、うん、めちゃめちゃ気持ちいいよ。あ、気持ちいいな、ほんま。あんまりテント泊してないアズパンさんが絶賛してますんで、ぜひお越しください。いいよね、これ。